手話サークルとは、聴者が手話を通じて、老舎者とのコミュニケーションを取る場、及びその活動。別名、手話の会。構成員は、聴者で協力員として老舎者が関わっている。多くの手話サークルの設立趣旨としては、手話方針員養成講座を終了した後の継続的な学びの場を作るためであった。最も古い手話サークルは、1963年9月に、 発足した京都市手話学習会、耳ずくとされる。手話サークルの上位団体として、各都道府県には、手話サークル連合会がある。各都道府県の手話通訳司会そして、各都道府県手話通訳問題研究会とともに、聴覚障害者の社会参加への重要な役割を、担っている。手話サークルは、手話通訳派遣制度が未熟な頃は、 聴覚障害者への情報保障を担っていた。特に情報保障への制度が充実していない地方では、講演会や医療通訳等の通訳者派遣業務を手話サークルが担っていた。しかし自立支援法の施行などの手話、通訳制度充実により通訳派遣業務や調整、また実施は、手話サークルではなく責任のある市町村が行うようになった。手話サークルでは、 手話の啓発活動を行っている。例えば人権講演会や福祉大会への参加がある。手話の養成事業としては、手話方針に養成講座入門が開かれている。この手話方針に養成講座入門は、主催が市町村や市町村社会福祉協議会であったとしても、市町村聴覚障害者協会と手話サークルの協力が不可欠である。ありがとうございます。